はい、今日は、極上バナナボート、バナナをメインにした、フルーツ盛りを作りたいと思います。はい、今日はね、家にあったフルーツで、これを作っていきたいと思います。はい、ではバナナボートを作っていきます。はい、このサイドにね、ナイフを入れてください。で、この子はね、ちょっときれいに上の方を通って、で、ここをこうぐるーっと一周いってください。いけたら見えますかね。ピローっとめくってください。ちょっと取れないとね。ちょっとね、触れてもらったら、はい、こんな感じですね。はい。ではこれを外していきます。こんな感じですね。で、これを、スライスしていきます。はい、大きめがいいです。はい、これはもういいかな。よいしょ。はい、これは戻します。はい、戻すときは戻してちょっと斜めにしましょう。はい、あとこれ以外のフルーツもね、順番に切っていきたいと思います。はい、リンゴですね。はい、リンゴ、リンゴは、真ん中からやっていきたいと思います。いいこと言いましたね。はい、次、まあやり方いろいろあるんでね、自分がやりやすいと思うやり方でやってください。自分の他の動画でね、割り箸とかね、竹串を使ってね、やる動画も紹介してますんで、苦手な人はね、そのままそれを見てやってもらってもいいと思います。僕はもうこのままね、おい、今やっちゃってます。ちょっと歪んじゃいましたけど、はい、こんな感じです。はい、次、リンゴのね、扇、この辺ですかね。はい、はい、切ります。で、これをスライスしていきます。これナイフはね、ちなみに100円ショップです。ダイソーで買いました。すべてダイソーで
揃えます。ストーブはダイソーで大丈夫です。難しいことはありません。誰でもできます。はい、はい、このままねよいっと出していくだけです。もう何度も同じ動画になってます。誰でもできます。はい、これねこいつの扇ができました。はい、あとは5とあとぶどうですね。はい、ぶどう。ぶどうは、ここをこう十字に、十字ちゃうかな、この V 字にナイフを入れてってください。大丈夫です。気にせず適当にやってもらって大丈夫です。いつかつながります。繋がったらポッと取ればなんとなく綺麗になります。あとそこ切っとけばね、はい、こんな風な模様になります。ちょっと汚かったなまあでもここね丁寧にやってもらってもいいですし、こうざっくりこんな感じで、はい、大きく切りました。花みたいですよね。はい、あとイチゴは、こうこれ揚げてもらって、まあ、半分に切るのはできると思うんで、あとスライスですね。こんな感じで。はい、これでほぼ完成です。では盛り付けていきたいと思います。材料が揃ったんで、見えてるかな。はい、バナナを置きます。よいしょ。でね、半分に切ったイチゴ、これをこの辺に飾りましょう。ちょっと見にくいかな、大丈夫かな。見えてる？こんな感じ。はい、で残ってたね、アバナナこの辺にちょっと飾って、はい、イチゴはこの辺、見えてる？で、リンゴですけどね、リンゴこの辺でいいかな。でこれでバナナで立たせて、はい、扇さんは後ろで、この辺にちょっとお花みたいな感じで、はい、飾ってみました。はい、これで、バナナのバナナボード、はい、これも家にあるフルーツでねサクサクっとやっちゃいました。どうでしょうか。難しくないと思います。はい、まあ最初飾ったのちょっと違うかもしれないですけどね、まあ余ったらこうやってフルーツ適当に散らしてあげてください。はい、これだけでね、これバナナとリンゴとブドウとイチゴ、こんなに全部フルーツある家ないかもしれないけど、
例えばバナナ一つだけでも構成にできます。でリンゴとかなかったとしてもね、このバナナだけでも可愛らしいと思うんでね、これ出し方一つで、こんな風に、美味しそうなフルーツ盛りができます。よかったらうちでやってみてください。これからね、皆さんに、こう今まであのいろんなフルーツのカットを紹介してきたんですけども、実践的にねお皿に盛ったりっていうのはあんまり動画で開けてなかったので、これお皿100円ショップです全部100円ショップで揃えます。でもこれでもまあまあ出てきたら美味しそうに見えますよね。はい、まあこういう簡単なね、フルーツビデオねどんどん紹介していきます。まあ、こうやってね、難しいなんかリンゴのカービングみたいなのはできないんですけども、ちょっとね食卓を豊かにする、噛みまくりやね食卓を豊かにするようなね、飾り方とかいうのを紹介していけたらまあいいのかなと。せっかくまあフルーツの切り方をある程度知ってるので紹介できたらいいなと思って撮っています。はい、よかったらですね、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。他にもいろいろ紹介していきます。でこれからですね、他にもフルーツの基礎知識とかね、どういったものを買った方がいいとかね、いうのもまあ紹介していけたらいいなと思ってます。まあ、しばらくの間はちょっとこういうねいろんな飾り切りを今まで紹介したものをどんな風に使うのかっていうのを紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。